はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、キロマッキーです。はい、じゃあ今日はアンティルドーン惨劇の山荘続きから撮っていきたいと思います。はい、前回はなんといってもジェスがさらわれたところで終わってます。で、今がですね、間違えた、こっちに戻っちゃった。こっちか、R1 だ。今度アシュリーとクリスのところですね、図書館を探索しようってところから続きでございます。ちょっと夜、いつも朝に撮るんですけど怖いんで今日はちょっと夜ですね、夜に撮ってます。ほっと本当に怖いんですけど、じゃあやっていきますか。行きましょう。さあ行きますよ。クリスと一緒だから怖くない。うわぁ、もうこれだけでダメだな。うわぁ、暗すぎるよ。何、ちょっと光さしてんのも怖いしさ。来た来た、図書。うわっと、いきなり来たか。何を、あー、落ち着け落ち着け落ち着け自分。あー、ボタンかな。なんでこんなところに。僕も知りたいよ。押してみる。ボタンは押すためにあるだろう。押すのこれ。いや、まあ押さないとね、始まんないからな。何が起きる。うわ、パネルが開いて頭がパン。なんか映画みたいな展開だったら。うわー、これがいいな。ワシントン家が秘密の部屋を作ってたなんて。あったことさえ知らなかったかも。ここ古いし。で、入ってみる。いやダメ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 、私は。クリス、ロッチ図書室。わかったよ。ごえー、この秘密の扉みたいな感じ。おお、なに、ちょっと待ってちょっと待って、怖い、こ、なにこの映像、これが怖い。おお、なになに、お、急に黙ってたら急にアップになったよ。いや、怖い、行こうじゃ、行こう行こう。何この映像。うわぁ、超怖えよ。写真がある。手がかり。顔写真だ。これって何があったの。写真があったよ。え、何これ。超怖えじゃん。ここあと何もなさそうか。写真しかないよね。写真しかない。ここは特に何もなさそう。ちょっと戻る一回。え？これだけ？これだけ？これだけってことないよね。あ、こっち。あれ？あれ？本当何もないの？これだけ？あ、裏に書いてんだ、なんか。脅迫状だって。嘘だろ？脅迫状だって。怖っ。隠さないよ。正直に言うよ。君のことあまり怖がらせたくないんだけど、これを見て。え、それ何なの。多分ウィジャボードが僕たちに見つけて欲しかったものだよ。手がかり。そう、手紙だ。ウィジャボードがてか、ここに導いたってことか。クリス、やばいよ。ジョッシュに教えなきゃ、今すぐに。ジョッシュに教えないと。ステータス更新、ステータス更新されてジョッシュのとこ行く。あ、待って、いつもこうしちゃうんだよね。目的、ジョッシュを見つけろ。ジョッシュね、だってあのロッコテージに行っちゃったからね。おお、何これ、もう導いてるとしか言いようがないでしょ。今のは何。もう完全にこっちに導いてるとしか思えないよね。開いたし、開いたし、ここ光ってるし、完全にここだよね。ハンナとベスは本当に誰かに狙われてたの。だとしたら、こんなの狂ってるよ。そうだ。おお、来た、なんか。さっきサムと一緒に見かけたものが気になってて。何？あ、指名手配者の張り紙、西部劇っぽいやつでさ。それで？それにサムは誰かにつけられてる気がするって言ってた。え、それって山のどこかに犯罪者が潜んでるってこと？さっき言ってたやつがそうなの。ちょちょちょ、待って、何の話。
ワシントン家を脅してたやつ。建物を焼き払って復讐を果たすのが目的だって。しかもあの脅迫状を見つけたんだ。クリス、今ので私を元気づけられると思ったら大間違い。おお、やっば。もう何、どうした、どうした、どうした。ジャッシュの声よ。キッチンからだ。ジャッシュ。お、ジャッシュ。おお、待って待って、おいおい。ああ、アーシュリー、待ってろ。はい、もう一回、すぐに行くから。よっしゃー。なんだよ、アーシュリー、アーシュリー。おーおい、おーい。ついに現したな、ついに姿現したな。歯入ってるよ。おーい、アーシュリー、アーシュリー、目を覚ましてくれ。恐ろしいな、ついに全貌が、全貌っていうか全身がっていうか、こいつ何、マジでこいつなんだよ。はぁ、おい、ドクター、名前忘れちゃった。ドクターコトーじゃなくて、ドクタークレハじゃなくて、なんだっけ。あー、なに、こいつまた出てくんのか。あー、ドクター、あー、カウンセリングの時間かな。あー、ちょっとやばいな。もう結構いきなり、あ、ヒルだ、ヒル。親しくなった人たちの写真だよ。うん。だが実際はそこまで親しくないのかもしれないが、いいかね、正直であることが重要だ。これから見せるペアから好きな方を選んで時間をかけてもいい。重要なのは答えだ。これもなんか結構ストーリーに関わってきそうなんだよね、この選んでる選択肢で。ジョッシュの方がサム、いや俺はね、サムの方がいい。なんだ、シュッ、あ、ページね。エミリーとマット、あ、どっちでもいいけど、まあマットでいいや。はい、次、クリス。クリスはね、何回も驚かされたから嫌いなんだよね。はい、アシュリーです。マイクとジェス、ジェスもね、これどっちでもいいけど、いやマイクにしろ。あ、次ね、はい。ジョッシュとエミリー、ジョッシュとエミリー。まあいや、どっちでもジョッシュにしよう。これで何が変わるっていうんだろうね。クリスとジェス、クリスは本当に俺嫌いなんだよね。はい、教えてくれ、君が遊んでいるこのゲームの中で誰が一番嫌いかな。誰が一番嫌い。クリスだな。クリスにしよう。彼は受けるべき仕打ちを受けていると。彼に対する君の感情がこれから彼が受ける仕打ちを正当化できると、なぜそう思うのかな。何、何が言いたい。お、お時間ですねこれ。やっと分かってきた、ま、こいつの。近いうちにね。いいよ、もう。それまでは自分で答えをよく考えるといいだろう。もういいって。もういいよドクターヒール。またそっち眺めるし。出た、前回までのあらすじ。あー怖かったなー。これ最初からあらすじすんのかな。捕まった。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかない。ああ、これってあのさっき出てきたやつ。彼は先祖の聖地であるブラックウッドで進められることになっていた。いやー、でも計画に反対していました。どうなんだろうね。S I S T 妹？誰の妹か聞いて。ジョッシュ。ウィジャボードもね。どっちのことだよ。逃げろ。
ジェスな、本当はジェスさらわれちまったよ。でアシュリーも、こいつマジ気になるよね。こいつが全ての黒幕なのかな。でジェスをさらったのもこいつかな。なんだやばかったなこれ。第4章悪意。ああもう何なんだよジェスカー。待って待って、ジョッシュで行くのか。ちくしょうマジか。ジェス、なんか一番ヤバそうなとこじゃん。うわタンクトップで寒そうだな。まあ寒いとか言ってらんねえだろうけどさ。来た、近道使っちゃおう。なんかヤバそうだけど、すげえ激流。大丈夫か、落ちたらもうひとたまりないぞ。おし、俺これミスったら落ちるってやつだ。やべやべやべ、危ねえ。お、間に合った。ジェス、ジェシカー、ジェシカー、ジェシカどこ行った。やっぱライフル片手にね。おお、なんだなんだなんだ、怖えぞ。ちょっと待って、おジェス、はい、つはい、つくまってる。あー、おい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 、撃て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 ない、飛び降りちゃおう。やば、危ない。おお、すげえ、めっちゃアクロバティック。よし、追いかけるぞ、ジェスカを助けるぞ。すげえ緊迫のシーンじゃんこれ。おお、危ない、間に合った。これ間に合わなかったらどうなっちゃうんだろうね。でも間に合っちゃうんだよね、ギリギリだな。おお、なんだ、あー飛んじゃおう。またこれ速いやつ来るんだろう多分。あぶね、あ、間違えた間違えちゃったやべえ、よし、ああ、うん、俺の選択でジェシカが、ジェシカが、あーもう滑り降りちゃおう。ダメだダメだ、すげえ、ほら早く早く、よいしょ、ほら行くんだ、行くんだ、行くぞ。自分に語りかけて行くしかねえんだよマイク。おっしょ、ライトが落ちてる。なんでこんなちょうどいいとこにライトが落ちてる。わっ、近いんじゃね。あれ帰ってきた、もしかして。ジェシカ、うわやべえやべえ、もう、ちょっと待って、これ探すんだよね。うわちょっと待って、無理だよこれ。今行く、今行くぞ、今行くっつってんだら走ってくれよ。ランタン持ってな、こんなことしてる場合じゃないよね。いやーもう走れっつうの、こっちか。うわーやばそう、叫び声めっちゃ聞こえてるしさ。あ、やべやべやべ、なんか落ちてる。うわやべ、来た、これ死のトーテムとかじゃないの。え、なになにこの狼みたいな導き、なにこれ、え、なにこれ、なんか狼みたいなの可愛がってたけど、そんな、うわここか、行ったな確か。あ、近い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 、ジェシカ、近い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 、もうすぐそこじゃん。どこだどこだ、ジェス、ちょっと早く走れよ、何やってんだこいつは。何この
おわー、何これ。そんな、おし、嘘、嘘だ、死んだ、あ、生きてる、ジェシカ、うわ、そんな、ジェス、まだか、まだ助かるか、うわー、やば、助けて、傷だらけじゃん、うわは？マジかよ。お、マジか、マジか。おら、やったるで。よくもジェシカを。やったるで。炭鉱。やばいな。これすげえな。おら。よーし。さらに上か？いやー、急いじゃおうかな、急いじゃおう。またこれなんか組んだろ、早いやつ。あぶねー。よしよし、登れ登れ。よし、大丈夫、飛んじゃおう。大丈夫、あぶねー、間に合った。すげえなこいつ、クライミング力が、クライミング力がすごいぞ。ほら、もういっちょ、どうする、飛び移んのか。セイ、うし、は、え、なんだあいつ、やつだ、いや違うだろ、悠々歩いてるけど。おい、撃っちゃうぞ、デューティーで鍛えた。おら、え、おい、くそ、なんだよこの役立たず、まさかの弾切れ。あ、あ、こいつか、やべ、やばい、走れ、滑り込まないと、滑り込め、いけ、おら、よし、またちょうどいいところにライトあるしさ。あー、もうなんだよ、早くつけろ、はい、よし、おい、もう手ぶらだぞ、勝てんのか。またライトある、うわー、ちゅ、ほんとすげえ展開だな。いやー、もう吹雪、こん中タンクトップって恐ろしいな。タンクトップが気になってしょうがないんだよね。何？あ、いた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 。うわー、なんだ。お、あ、クリスか。そんな。うわー、次アシュリーさられたからね。こっちは、こっちはこっちで。うわー、ちょっと探すか、じゃあこっちは、こっちで一大事なんだよね。うわ、なにこれ、やばい、やばいよこれ。え、なにこれ、今の何だったんだよ。オーケー、やばいな、超怖い。寝室、なんだろう、何がオーケーなんだよクリス、俺の嫌いなクリス。あ、この扉かな、こっちくせえな。おっちゃい！もうこういうのだけでやだ。結婚だ。まずい。なんかまずさを感じないんだよね、クリスのなんかこの感じ。ああとか言って。やばい、音楽がどんどん。アジ！いやー、クリスも外出んの。やべえよ。これさ、走れないのかね、急がないといけない割にはね、この自分で動かすときは走れないんだよね。それがね、いや走れんのかな、だからどこ押しても走れないからな。
こっちで合ってるよな。アシュリーは叫び声すら聞こえないからな。アシュリー、誰かいる？アシュリー、うわちょ怖、何これ。おい、あやちゃん、あ鳥ちゃん、あ鳥ちゃん、ここ二股なってる感じだね。とりあえずこっち行くか。やーべえなー、アシュリー、あー鳥ちゃん怖すぎるわ。うわー、どこまで行きゃいいんだ、ほんと無理だ、怖すぎる、心臓が。アシュリー、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 ずっと言ってるな。アシュリー、アシュリー、あーもうもう急に来そうで怖いんだよ、ほんとに。いやー、なんだあれ、なんか家があるぞ、こん中か。なんか手がかり、お、あれ今鳴き声が聞こえた。あ、おー、あったかー、やめてくれ、鳴き声が聞こえる。あ、ここにいるいる。君は？わからない。ねえ、大丈夫？何があったんだよ。お願い、助けて。どこどこ？今行くから話し続けて。何があったんだ？あ、光ってる。光ってる。光ってる。ああ、うわ。これ何？アシュリーと誰？クリス、あなたなの。え、誰？ようこそ。諸君の参加を感謝します。出た殺人鬼。あれ、ジョシュもじゃん。もうやば。やべえことなんだ。二人の実験台による協力が不可欠となる。ああ。ジョシュにアシュ。なんだよ。なあ、嘘だ。あともう一人の勇敢な参加者にあるものを託す。生きるか死ぬかを選ぶ運命の決断。やば。これがどっちか死ぬか生きるか。すげえ決断。そう騒ぐな諸君。難しいことじゃない。ではクリス、君の前にはレバーが置かれている。君はただ救いたい方を選ぶだけだ。やべー、こういうことか。やめて。え、ちょ待って、待って、どうすりゃいいの。こんなことになるなんて絶対おかしい。オーケーオーケーオーケー、抜け出せるはずだ。さあ、おいクリス、お願いよ、クリス、私を見殺しにしないで。ちょ、待ってくれ、その頭が真っ白だ、そのくそ。選ぶの？え、嘘でしょ？ジョッシュ、アシュリーを助ける、アシュリーを救う。アシュリー絶対助けるよ、死なせるもんか。これどうなんの、これジョッシュ、じゃあよかった。やめろ。え、嘘でしょ？こんなの正気じゃない。どうかしてるよ。これやるしかないんだよね。クリス、お願い。嘘、嘘でしょ？マジで？ダメだダメだ、嘘嘘嘘嘘嘘。そんなに素晴らない見殺しにするなんて。正気じゃない、お願いだ。は？そんな、ダメだよ、こんなのあんまり。何をしたんだ。マジかよ。お願いだから、これやば。ああ何この、今行くからな、アシュリー、下ろしてやる。残虐な選択っていうか。さあ僕が下ろしてやるから。これやばいな。なんかもうこんなのが自分に降りかかったらもうやべえな。やべえしか言葉が出てこねえ、マジやば。殺人鬼やることがやばす。あ、マットとエミリーじゃん。やべえ、俺がジョッシュを殺してしまった。大丈夫か？
クリス、何があったの？ジョッシュがどうした？おい、死んだ、僕たちの目の前で。一体どういうこと？殺人鬼がいて。殺人鬼？嘘でしょ、早く逃げないと。もう何が起きたんだよ。殺人鬼がいて、それにノコギリがあって、ジョッシュかアシュリー寄って頭が真っ白だった。もういや、二つに切られて、いろんなものが吹き出して。え、そりゃ興奮するわな。何それ、どういうことなの？僕が殺したんだ。おい、クリス、僕のせいだ。僕のせいなんだ、マット。ちょっとこんなのおかしいよ、助けを呼びに行こう。真っ二つに。俺たちで解決しよう。僕はどうしたらいいのか分からないよ。マット、早く助けを呼ばなきゃ。もう何が何だか。いや、そうなるな。エミリーの言う通りだ。じっとするのも危険だし、ここを離れよ。ええ、そうね、それが一番安全。助けを。自分が助かりたいだけだろ。違う、下手に動いて皆殺しになるのは避けたいだけよ。あなたはみんなを集めて、私は助けよ。エミリー冷静。マットも来るでしょ。エミリー冷静だな。いやー、でもクリス、アシュリーもやべえな。本当に怖すぎるわ。うわ、何さっきの選択がこういうことだったの。うわ、何これ。うわ、趣味悪い、マジで。臓器あるし、あのノコギリも。うわ、もうやばすぎる。どうかな、だいぶ盛り上がってきたのではないかな。こいつが黒幕とかじゃねえのか。通りに進んでいるかい。いや、そうではないよね。だって俺、ジョッシュは別に。いや、もうそんなことはない。そうか、彼らが受けるべき仕打ちを受けているということかね。めっちゃキレてるし。いや、あなたは何者だ？それが聞きたい、俺は。君を助けたいんだ。君がしているこのゲームは、君にとって決してメリットのあるものではない。誰にとっても。それにこれでは、君の思いやりが全く感じられない。ああ、思いやりも何も、そんなん言ってるあれじゃないでしょ、この展開が。もう、なんだこれ。臓器動いてる、気持ち悪すぎる。なんていうの、おお。己の自己満足のためだけに続けるつもりなのか。いや、続けたいにしたらどうなのかな。続けたい。私の存在を疑っているのかね。いや、まずお前が何者かってことだよね。あなたは存在しない。これが全ての問題の核心だ。もはや区別がつかないのではないかね。そうだろう。何、本当にこいつ、こいつ何なの。絶対そっち行くよな。おい、マジでやばいぞ。やばすぎるだろ。今回はいろいろ起きすぎたな。何今の。恐ろしすぎた。何がおかしくない、凶暴な奴らが。ねえ、やめてよ。見よ、霊界への片道切符だ。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂がってことで、バイバイ。これな、これは衝撃的すぎたな。ジェスも死んだでしょ、これ多分。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。山にある療養所の廃墟についてはどうですか。そこに潜んでいるのでは。やば、ここじゃん多分。五章恐怖、これじゃん多分。マジでやばい。これはマジでやばいね。マイク、あ、さっきの獣。うわー、獣めっちゃ連れてる。おお、なになに、獣、なにこれ。は、おお、殺人鬼だろうねこいつ。
な丸腰じゃもう絶対何もできないよね。よし、近づいてみるか。いやーもうよく行くよね。絶対無理だわ。ここに誘ってるとしか思えないもんね、あいつが。あーちょっとやばい。あーはい、あーじゃあ一回ここで、終わりたいと思います。ちょっとやばかったね。疲れちゃった。やばすぎた。はい、じゃあ次回はここね、乗り込んでいくとこね、建物の入り口を探せ、こっからやりたいと思います。ついに建物に入ってジェスの死に至らしめた犯人をっていうところですね。はい、じゃあまたの動画でお会いしましょう。ぜひ見てください。バイバーイ。